で、この肩の後ろに何もないでしょ。だからこれは怖い。これは肩甲骨と上腕骨が一直線となる。で、肩の後ろに大きな体があるから、これは強い。じゃあ我々の空手はこうしてる。これ弱い。でもこの骨っていうのはこう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 。だったら一直線が近いんだな、強いんだな。これを。Most of those are still talking.